こんにちは。こんにちは。なんかやってますね。もう始まって、やってますね。掘ってますよ。おやい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 や。いや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 、たくさんあるね。ありますね。うわー。じゃーん。じゃーん。超地味な仕事してます。いやいやいや。え？ちっちゃいね。ちっちゃいですよ。何ですかこれは。これは告知木版です。じゃ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 。輪切りにしたやつ、つげの木で将棋の駒とかに使われてるのと同じ硬い木なんですよ。音が将棋っぽいんですよ。将棋っぽい。すごい硬いから今すごい硬いんで。大丈夫なの？すごい強いんですよ。カンカンやっても全然平気なの。平気、すごい硬いんで、なんかもう木と思えない質感。ほお。ツルツルですよ。こんな。これは最近作ってまだ吸ってないやつ。ガネ様です。神様、ガネ様だね。これ大きさ。ちょっと見せて。おお。まあ、手に乗る大きさ。なるほどなるほど。でこの先っぽがただの本当に、四角形の棒をこっちでパッて切っただけのような感じの道具なんですけど、うんうん、これをよくこう研いで、こっちもこっちも研いで、この側面を研いで、この部分もこうやって研いで、ですごい鋭くするんですね。へー。横を研いで縦をする。こっちも研いで、こっちも研いで、もここの部分をとんがらせるんですね。ああ、なるほど、ね。さらにここの部分も研いで、ここをとんがらせるんで。もう一個五番っていうのも名前使って、これはちょっと太い。太くてもこれ三角形のものなんで、力加減で細い線が出せるんですよ。だからこれだけでも作れると思います。はあ、なるほどね。力入れると太い線が引ける。ほう。このカーブの違い、まあ、角度が違うのも意味がある。これ多分細いのずっと使ってたから曲がってきたんじゃないですかね。あとこれ千枚通しなんですけど、これで、うんうん、点を取ってるんですよ。点描ができるんです。ああ、なるほどなるほど。そうすると、どこか点描したってあるかな。あ、例えばこの石の部分とか、これかなり小さい線が、細かい線ができるんです。なるほど。これも僕始めたばっかなんですよ。それも。あ、そうなんですか。今年にやって、今年の3月か4月かに、うん、ひょんなことから始めて、それが結構ハマってしまって、ね、ひょんなことって何なんですか。なんかその前になんか個展見に来てくれた人が、版画いいんじゃないの、銅版画とかいいんじゃないのって言って、ね、で、あと小口知ってる人にちょっと勧めたこともあったんですけど、うんうん、で習いに行く教室を探してたんですね。ちょっとこれは多分独学、いつも独学なんですよ。僕今ちょっと独学なんですけど、うん、このちょっとこれは独学じゃちょっとわからない。この道具もちょっと使い方わからないし、うん、そうだよね。ちょっと普通の形じゃないもんね。なんかこれ抗菌みたいですよね。うん、こうなしそう。そう、これそれでちょっとこれ習わなきゃと思って、行った工房で銅版画もやってるんですけど、その工房は小口木版も教えてくれるからっていうんで、うんうん、銅版画もう興味あったんですけど、うん、プレス機がないし、自分家でできるようにしようと思って。なるほど、なるほど。いいですよね、この木も。これ面白くて、実はこの木って裏面がこれなんですよ。うん、あ、
そうなんだ。で表これ両面使えるんでこっち側に折ってるんですけど、あ、ならこっちを作業してるときはそうやって蓋してるの。そうそうそう、蓋してるんです、よく壊れないように。なるほど、経済的だね。経済的でも高いんですよこれ。あ、そうなんだ。木がすごい希少価値がちょっとあって、うんうん、これだけでも本当に3000円ぐらいするんですね。へえ。普通の炒め木炭だったらね100円とかの木があるけど、あ、それだけ希少価値の。そうなんですよ、将棋の駒の木だけあって、櫛とかかんざしとかにも使われてて、うん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 、いい木なんですね、柘植の木。へえ、いやいやいや、こんな形も変なのが、この木の多分これは枝分かれしてるところの根元ですね。こんな形になって枝分かれね、多分こういう風になってるんじゃないですかね。あ、なるほどなるほど。これとかなんてもう木の形から猫にしちゃったっていう。そう、あ、なるほどね、形を見て作るものを考えてる。そう、そうなんですよ。これもそうだもんね。これもこれもこれどうしようと思ったら傘みたいで、うんうん、雨降ってたしこれちょっと雨の上にしようって。うん、形からそういうのを作ってるわけね。きますね。これとかね。そう、これなんかもそう。そうだよね。うん、これもそうだもんね。そうですね。なるほど。うん。はあ、それはどうしてやるんですか。これはですね、この紙が強くて薄いので、うんうん、普通の紙だと柔軟性がないから写し取れないんですね、うんうんうん、でこれにローラーで薄くインクをつけて、で、この例えば、これだったら、何か何か一応これだったらこれとか同じやつなんですけど、でインクをこれですね、同じやつです。はい、ペタッ、これはこのペタッとつけられればいいんですけど、うん、こう簡単にいかないんですよ。あ、これをここにつけて、あ、まあこれ書くものと印刷しない時ですね、うんうん、でインクをつけてからペタッてくっつけて、あのバレンっていう道具でシャカ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 ってやって、一生懸命薄い人っていってペタッて剥がすとこうなるんです。へえ。このままでちょっともうペラペラでどうしようもないんで、これを紙に貼ってこういう風にしますね。なるほど、はい、意外と手がかかってるんです。そうか、2回すらなきゃいけないか大変だよね。そうなんですよ。じゃあ逆になっちゃったりもする。そうそう、この人とかね、この人逆になる間違えちゃった。あ、本当だ、貼るときに間違えちゃって、まあ、薄いんで、うん、裏返ししても全然わからないっていう。逆に掘るときに反対に掘っちゃったときもあって、うんうん、反対に貼っちゃえばいいやっていう感じ。ただインクの濃さがでもそんなに変わんないですね、ちゃんと吸ってるから。うん、うん、手作業ですよ。なるほどね、これに吸ってからだからこっちにペタッと貼るんだ。同じものができる。はあ、へえ、こんなのも1日でできちゃう。いやさすがにこれは掘りで1日でもかなり早いんですけど、手が痛くなって指が固まったまま動かなくなって首も痛くなって、ああ痛い痛い痛いって。まあ掘ってで、するの結構するのいっぺんに何個かするんですけど、吸って、うんうん、で今度ここが痛くなって、うん、で今度は吸ったの1週間ぐらい乾かしてから、うんうん、切って、うん、のり貼ってペタッて貼ってまたバレンでこすって。ああ、そういう感じですよ。へえ。版画をやる前は版画っていうのはいっぱいできていいなと思ったんですけど、うん、いっぱいできない。いっぱいできなかったです。